海と日本。東かがわ市山田海岸に来ています。今回は香川さとうみ大学2019さとうみからの情報発信基礎講座に参加します。この講座はスマホを片手に瀬戸内のさとうみをめぐり、お気に入りの写真を撮って SNS で情報発信してもらおうというもの。講師はデザイナーでありフォトグラファーの坂口優さん。自身のウェブサイト物語を届ける仕事では、四国や瀬戸内の島々の美しい風景や食文化を紹介しています。情報発信のための撮影方法を教わった後、実際に海に出て写真撮影を行います。なんかこんな綺麗なところあったのに、もっと知られたらいいなみたいな思いました。頑張って伝えられるような写真撮りたいです。写真を撮るっていう目線で瀬戸内のこの海を見たことがなかったんで、ちょっとこう新たな感覚というか発見ですね。今回この講座を通して参加者の皆さんにどんなことを感じてほしいですか？本当瀬戸内海ってすごい綺麗な風景がいろんな場所にあるんですよね。もちろん島にもあるし、ちょっと外れたところのビーチにもいっぱい綺麗な風景があるので、皆さんの身近なところにこんな綺麗な景色がいっぱいあるんだよってことを気づいてもらえたらなと思って、ぜひこう日常的に、あ、今日の夕焼け綺麗だなとか、今日の瀬戸内海特に綺麗だなと思ったら、ぜひあの発信を、綺麗な写真を撮ってSNS に発信していっていただけたらなというふうに思います。綺麗な里海の写真を撮り SNS に上げることで、瀬戸内の良さが広がって環境の健全化につながればと思います。